どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今日はですね、寝るのがとってもとっても怖くなるっていうか、寝たくなくなる、布団に入りたくなくなるゲームをプレイしていこうと思います。ホラーゲームなんですけど、トライトゥーフォールアスリープということで、まあ眠りに落とそうというゲームです。早速やっていきましょう。プレイ楽しみだね。ナイト1、一応ね、説明は一通り読んだんですけど、来た、ナイト1。ベッドにいる。お、oh, hello there. You must be John Herron, right? ハロー。 Well, nice to meet you, Mr. Herron. すげえ喋ってるけど、あ、nice to meet you. I'm a medical assistant robot. My core function is to give guidance to my patients. はいはいはい。 And provide a supportive presence in case of an emergency. 僕の目標は4時までに眠りに落ちること。I was created by your treatment supervisor, Dr. Rick Norberg himself. So, Mr. Herron.I'd like to congratulate you on successfully recovering from this. なんか左下のスリープメーター溜まってるね。 Huge blast! And you didn't lose a limb. How about that? ライトもつけれる。 Anyway, now that you have taken physical damages, we can start to work on your brain damage. あ、目を閉じることもできる。なるほどね。Well, there's a few brain damages that might cause you to 目を閉じてると hallucinate. Well, あれなのかな、寝れる感じかな。まあとりあえずちょっとロボット静かにして。 OK、 まあとりあえずやることは分かった。ライトつけてると何なんだろう、この上のストレスメーターがなくなるのかな。とりあえず目つぶってればいいのか。あ、そしたら下のスリープメーター溜まってってるね。これが満タンになればいいのかな、4時までに。まあまだ時間はいっぱいある。10時に寝るってすごい偉い子、本当に。こんな時間に寝てる今時の子いないでしょ。みんな朝の3時まで LINE でしょ ?LINE& カカオトーク。あ、ちょっとやめてください。僕んちの窓。なんだこれ。やっぱストレス溜まってるね。あ、やっぱそうだわ。ストレスが消えてってる。電気つけると。なるほどね。オッケーオッケー。ストレスが溜まっちゃうと発狂しちゃいそうだね。気をつけていきましょう。これどうやって襲われんのをガードしたらいいのか分かんないけど、なんかベッドに潜るボタンみたいなのがあるんだけど、押しても潜れない。なんで。あ、 Oh my. Your stress is too high. 何、 Keep your eyes open and turn on the lights. あぶねあぶね、ストレスめっちゃ溜まってたの今。なんだ、ありがとうねロボットちゃん。お前何もやってないけど、ロボットが一番怖えよ。オッケー、ストレス下がってた。なんだ、影か、ただの。オッケー、ストレス溜まってない。とりあえず目をつぶっとけば。あ、あ、なんかいたぞ。いや、こんなとこで眠りに落ちれないよ。あ、待って、ストレスめっちゃ溜まってる。ストレスを下げて。よし。襲っては来ない感じかな。絶対来るよね。あ、あ、なに？やばいやばいやばい。今やばかったぞ。ちょ、待て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 。あ、やばい、もう11時だ。寝ないと早く。俺は4時まで寝ないと怒られちゃうんだ。ゲーム隠されちゃう。スマホも。取り上げられちゃう。そしたら、ピグパーティーができなくなっちゃう。あ、入る！なんか通った。お父さんかな？今の。お父さんは足が速いことで有名なんだ、僕のお父さんは。運動会とかでも活躍してくれてる。だから練習してくれてるのかな。もうすぐ運動会近いから。パパありがとう。でも今走んないで。よし。パパ？これ、いや、びっくりした、何？何何何何？普通に襲われたけど、襲われたけど関係ないっぽいな。え？襲われてもいいのかな、このゲームもしかして。わかんない。今隠れるべきだったんだろうな。X ボタンを押して、布団の中に。普通に襲われたぞ。え？もう寝れないよ。一回襲われたら寝れなくね？普通に。よし。皆さん、お風呂に入ったら目が覚める派ですか？それとも眠たくなる派ですか？
僕ね、お風呂入ると目がね、覚めるタイプなんだよね。はっ、やっぱりいる。気のせいかと思って目を閉じたけど、やっぱりいる。めっちゃ見られてんだけど。え？あ、なに？え？なに？なんで今一瞬真っ暗になったの？なんだ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 ？今の暗闇は何？怖い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 。あ、どっか行った？なんで見られてたの？クワ、え、クワじゃねえ。暗かった今一瞬ね。なんであんな暗かったんだろう。あと襲ってくるのが怖いから。あ、あ、待って、今いた、今いた、今いた、完全にいた、隠れてる、今。オッケー。どこいた？よーし。いいぞ、いいぞ、いいぞ。この調子で寝よう。危なかったね、今。襲われるとこだったね。襲われて何になるのか、俺ちょっといまいち分かってないんだけど。よし、目つぶって。うん、もうちょっと寝れるかな。でも、これが瞬きってことです。何の音？何が始まった？ラジオこれ。すごいストレスだ。こんな寝れねえ。絶対寝れねえ。ちょっとロボットなんか言ってよ。絶対寝れないじゃん。ちょっと。オッケー。ストレスがだいぶ溜まってる。よし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 。ストレスフリー社会目指していこう。オッケー。左上の X の、文字が白くなった時に、X ボタンを押せばいい感じだね。オッケー。今何時？ 1 時だ、やばい！あと3時間で寝ないと。ベッド入ってから長えな、こいつマジで。だからこれが瞬きってこと、え？血がついたんだけど。ちょっと待て。ああ、何？そんな。ちょっと待て。やばくないか？でももうすぐ寝れるぞ。これは間に合ったんではないか？まだ寝れない。オーマイガー。お父さんかな？お母さんかな？おじいちゃんかな？でも知らない人だったな。オッケー。でもストレスだいぶ溜まった。よし。何の音？でももう寝れそう。なんだ？あ、来た！眠れた。え？え？え？何？ちょっと待って、なんか始まったんだよ。え？ Yeah!ケイト？あ？すげえ喋られてる。トランシーバーで。ジェネレーター？あ、なに？あ、動ける。ちょっと待って、どういうこと？あ、バックしちゃった。何が始まったのこれ一体。は？わ、なに？ん？こっから出ろ。あ、いた。なんだ。おい、何をしたらいいんだ。あ、出口あるね。エグジット。出口へ出ろみたいな今言われたよね。で、ジェネレーターをなんか起動しろみたいなもん。こっちか。あ、外だ。え、こうは絶対なんか出るでしょう。え、え？ちょっと今襲われた？ごめん、見てなかった。前見てないとこに横からガブッと行かれたな。あ、走ることもできるこのゲーム。え？あの、寝てた少年の夢ってことでいいのかな？全然わかんないけど。あ、でも右上にストレスメーターあるな。ちょっと待てよ。もうストレスしか感じねえよ、今俺。なんでこんなとこにいんの、俺。ライトがあることだけが救い。あれ、どこ行けばいいんだろう。ジェネレーターってどこですか？一体。こっちか？どこに行ったらいいかわかんない。めっちゃなまったな、今。外なんかすごい赤い光るとこあるけど。え、どこへ行くの俺は一体。こっちか？とりあえずそれっぽいところへ行ってみようと思うんだけど。建物だね、これ完全に。はい？あ、何、気のせいか。こっちの方か？いや、なんもないんだけど。あった？なんか今赤い光。あった！これだ、絶対。あ？ヒューズがない！5個のヒューズがないって左上に。はいはいはい、よくあるパターン。ホラーゲームって本当に
ヒューズを隠すことが好きだよね。とりあえずヒューズ隠しとくがゲーム成り立つって思ってるでしょ。俺そういうの大好きだ。やっていきましょう。何これ、あれこれヒューズじゃね。やった、見つけた。なんだなんだ、なに、はっ、なに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 、なんか追われてる。待って待って、なんか始まったぞ。なんだこれ、なんだこれ、あー、なに、なんかいるの、怪物がいる、怪物が。逃げればいいのか、俺は。わかんねえ。行き止まりだ。大気こ、あ、成功。サクセス。え、なに、なんかサクセスって聞くと若干なんか下ネタが一瞬思い浮かぶよね。何なんだろうね。俺って本当に中学生。とりあえず続きをしましょう。あと4つ。なんか毎回ある感じかな、今の。ちょ、よくわかんねえな。あ、あったあったあった。結構簡単見つかるんじゃないか。あ、これ毎回あるんだ。怪物は、うわー、バレたー。待って、右上のストレスが溜まってしまった。しかも、ヒューズが、あ、でも取れたのは取れたんだ。左上、2個になってますね。でも、あんまり失敗しすぎると、お前ストレスで死んじゃうよって。なるほど。ストレス社会よ、これは。皮肉ってるんですね。違うか。待てよ待てよ、どこにあるんだろう。さっきさ、俺が出てきた建物の中とかにももしかしてあったりする感じですか。あれだ、あ、いた。お邪魔します。お邪魔しマウス。マウス、マウス、あった!パソコン、マウス。取れない。よっしゃ!行くぞ!よし。俺は、完璧に逃げ切る。声がする、声がする。大丈夫、大丈夫、大丈夫。捕まんない、絶対捕まんない。行き止まんなよ。行き止まんなよ。はい、はい、はい、はい。はい、長くね、長くね。さっきより長くね、なんか。こんなもん?オッケー、成功。よし、素晴らしい、さすが。ん、なにこれ、スパイダーマンの変装用マスクかと思った一瞬。開かない。開くところと開かないところがあるな。あ、なんか調べられるけどヒューズではないな。俺ヒューズ以外いらない男なんだ。三度の飯よりヒューズ。よし、これヒューズじゃないの。なんか研究所みたいな感じですね。なんか見れる感じか。なるほどね。うん、これ英語読んでないわけじゃないの、興味がないだけなの。そう、読めるんだよ、読もうと思えば。でもね、興味がそういうやつ一番恥ずかしいよね。ね、ポーカーでもしたのか。待てよ。あ、いた。あと2つ。うわ、ないな。あ、いた。結構広いぞ。もう全部ヒューズに見えてくんな。ちゃんと見てかないと、見逃してたら終わりそうだから。あ、いた。あるか?でもね、さっきからね、ヒューズはすっごい真っ白に光ってることが判明したから、めっちゃスパイダーマンになるじゃん。スパイダーマンはこのように一人だけでいいんだよ。めっちゃ開く。おお、なんだ、コントロールローム?コントロールルーム?コントロールロームって。やばいやばい。ポキちゃん、日本語だけはちゃんと喋って。あなたにできることはそれだけなんだから。とりあえず日本語だけ喋っていけばいいから。2階とかもあんだ。なるほどね。開いた。あ、びっくりした。ヒューズめっちゃ大量にあんじゃんって思ったら全然違ったわ。開かない。開かない。OK? 開いた。ないねー。なんかさ、主人公すっごいふわふわ歩いてない？めちゃくちゃこの視点酔うんじゃない、みんな。まあいいか。消火器でかっ！すごっ！ちょっと大きめのフランクフルトくらいあったな。OK。待て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 。ユーズ!ないなぁ。なんだ?誰だよ。開かない。この建物ない感じかな、もしかして。開かない。トイレ無駄に広、
なんで？なんでこれ空中に？こうやっとくもん。捕まるみたいな、揺れた時に。地震起きた時にこれ捕まるみたいな。釣り革か。待って。あ、ヒューズあった。よし。もう一回やろう。ガオ。待てよ待てよ待てよ。気をつけろ。敵の声した今。大丈夫大丈夫。こっちにはいない。オッケー、声しない。いいぞ。左側に行きたい。素晴らしい。いいね。オッケー！うまくなってきた。おー、謎の新聞。俺はもう謎の新聞じゃビビんないぜ。残り、あと1個か。勝ったな、俺は。よし。まあ、とりあえず、この部屋の中は全部見たということで。何今の？は？なんだ今の？おい！おい！あの着ぐるみ、剥がいでやる。剥がいでやる？剥いでやる。なんだ今の？誰？ここは？開かない。あいつ怖いな。いきなり現れたりしたら。やめてね、いきなり現れんのは。マジ勘弁してね。あった！あったあったあった！よっしゃー、待てよ。まず確認。ああ、何何、ちょっと待って、びっくりした今、びっくりした今。オッケーオッケーオッケーなのか、わかんない。これ終わった後にあいつ、いやー、もうボロボロや。あ、もう逃げよ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 、やばい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 。とりあえずヒューズ5つ集まったんだから、もう終わり、お仕事終わり。びっくりした、もうなんか叫んでばっかりやん。最後の方、怒涛の叫びラッシュ。よし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 、待てやばい。もう俺ストレスで死にかけてんだ今。俺の心はボロボロよ。アンパンマンに優しくしてもらわないと。ごめん、何言ってるかわかんない。よっしゃー、ヒューズ5つゲットで、ね、ん、あ、明るくなった。素晴らしい。ケイト、うん、なんか戻ったわ、ラッキーみたいな。俺が頑張ったんですよケイト。お前何者なんだ一体。うん、めちゃくちゃ喋ってるね。へえ。俺は何個のヒューズ集めたんだろう今までに一体。とりあえず戻ればいいのかな、わかんないけど。え、何をしたらいいの。あ、こっちか、わかんない何したらいいんだ、戻ればいいのか。話全く聞いてなかったから。こっちか。え、ケイト、何、今叫ぶ聞こえたね、女性の。あ、あ、え、え、ケイト、え、何何何何何何、これ何、これ何が起きてる、はぁ、何今。ちょっと待って待って、ケイト、俺も襲われた今。ケイト、え、彼女死んでる、嘘でしょ。オーノー、はぁ、俺も最後の最後に死んだけどね今。何この物語。あ、朝だ、やっぱ夢だったか。そうだよな、こんなのあるわけない。よし、すごい夕方っぽい朝だな。終わったー。え、面白かった。でもこれね、ベータ版なんでまだこの感じなんですけど、これちょっと本編楽しみだね。ぜひとも日本語に対応してほしいということで、もしこの動画を楽しんでくれたら、今日の夜寝れなくなったら、ぜひ高評価ボタン押してください。ではポッキーでした。また次回のホラーゲーム実況でお会いしましょう。じゃあバイバイ。